キング&プリンス大好き舞子です。もう最近全然動画が投稿できてなくて、本当にね、いろいろリアタイできてないっていう状況に陥ってて、キング&プリンスも8月の27日からピースっていうツアーがね始まってるんだけど、そのレポもまだ投稿できてないんですけど、ツアーの初日に14枚目のシングル愛し生きることがリリースされることが発表されたんだよね。でさ、もうちょっと解禁されてる部分があるじゃん。私それもまだ見てないの、見れてないの。まあ、X の方だけちょっと確認できてるよぐらいなんだけど、なんか今回もまたマイラブソングに通ずるような愛の歌なのかなっていう感じというか。で、これ愛し生きることとマジックワードダブル A サイドシングルなんだって、この14枚目のシングルは。で、愛し生きること、嘘か本当かわからないものに振り回されそうな時、誰しもが身近な人に支えられている、自分にとって大切な存在がいるからこそどんな現実も受け入れて進んでいくことができるというメッセージを込めたバラード曲なので。で、もう一つのマジックワード、誰かを守るために強くならなければならない、身近な人を守る強さを願う力強いグルーヴ感と繊細な歌詞が織りなすアップテンポなナンバー。なんか両方さ、ちょっと似たメッセージ性の楽曲なのかなっていう感じがするよね。なんかもしかしたら King&Prince が今一番届けたいのが、そういういろんな愛の形があるよ、いろんな見え方があるよっていう、愛の形は一つじゃないよみたいなことを伝えたいのかななんて思ったりしてる。まだ何も聞いてないけどでもキンプリが初めてじゃない、シングルでバラード曲って。でちょっとすごい気になってるし、なんかこのメッセージもちょっと自分たちに通ずる、キンプリちゃんたちに通ずる思いが感じられる楽曲なのかなってちょっと思うので、 YouTube の方を聞いていきたいなと思います。もうこの YouTube も3週間前に上がってて、やっと目にするんだけど、遅くない私。でもさ、これティザーって書いてないから何なの。あ、これあれ、ライブで発表された時はこういう感じだったのかな。ちょっと暗くしてみればよかった。あ、すごい、はかない、もう前奏が綺麗。ハレン君、なんかさ、これまだライブのレポ私してないんだけど、カイちゃんは5本の指に入るぐらいキンプリの中で好きな曲だし、レン君は2本の指に入るくらい好きな曲って言って、2人とも結構これお気に入りの楽曲っぽくない。だからちょっと楽しみだったんだよね。あ、やっぱあれだ、ティザーっていうほど全部見せてくれるわけではないというか、前奏だけチラッと聞かせてくれるって感じなんだ。で、キング&プリンスの公式 SNS から飛べるようになってるライナーノーツに行ってもらうと、あ、そうそう、私がさっき読み上げたこう説明みたいなのってここに載ってて、なんかね、水面をタップしてって言ってたのよ。歌詞だ、歌詞が載ってるんだ、全部。あ、全部っぽい。あ、なんかその歌声は入ってないんだけど、こう BGM としてメロディーが流れてて、で2人の、あ、なんかピアノの、あ、いいじゃないですか、あ、レン君弾いてんの、ピアノ。なんかそういう映像と、そう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 、このさ、2脚の椅子って2ビート重なる、ジグヒラと重なるんだけど、いや、これはもう本当私の病気、もしかしたら同じ病気かかってる方いるかもしれないですけど、なんかね、重なっちゃうのよ。何かね、共通点を見つけて、まだ彼らがつながってると思いたい私がいるんです、ごめんなさい。そう、なんかね、この2脚の椅子、たまたまなのかもしれないし、そうじゃないのかもしれないけれども、あ、なんか歌詞見ると切ないけど前向きで、それでいてあったかさも感じるなって思うね。うん、これちょっと見てもらいたい。歌詞の向こう側にかいちゃん、れんくんもいますし、その多分 MV の一部なのかな、流れてるのと BGM 一緒にセットで見るとすごく心に刺さるっていうか、まだ見てないよっていう方がいらっしゃったらぜひおすすめです。私だいぶ遅れてると思うんで。あ、っていうかさ、このさ、サンプルトラックあんじゃん、サビ聴けるよ、はあ、すごくいい曲。
や、なんか早く全部聞きたいって思わせてくれるね。あ、そう、ちなみにこれ11月8日発売だから。で、今回もディアティアラ版まで出る4形態。それこそさ、このダブル A サイドシングルのマジックワードはまだ出てないから、この楽曲もしかしたら法廷裁判の曲になるのかなとか想像したあたり。いや、また新しいキンプリの一面が見えるよ。でさ、私このタイミングで言っていいものなんかわからないけど、なんとなんとなんと、私ピース参戦できることになりました。誘っていただきまして、まさかの神奈川公演に行かせていただけることになりました。マジで感激、本当にありがとうございます。岸君の対象とか、ちょっとまた自分の心境がどう変化するのかわからないなって思う、こう複雑な時期では今あるんですけれども、そんな中でね、唯一の未来の楽しみなんですけど、そんな風に思えるのもカイちゃん、レン君がキング&プリンスを守ってくれてライブをしてくれるからなんだなっていうのはすごく思うし、ていうか、翔くんやばくない？ L ジャポンの表紙に決まって、あの雑誌めっちゃ売れちゃってて、私予約したもん。でも発売日に書店に行けば買えるのかな。ってことはもう書店がすごいことになりそうじゃん。でもとにかく6人がね、バラバラになってしまったとはいえ、それぞれの場所で活躍を続けてくれることがね、本当に嬉しいことだなって思ってるし、それが私のハッピーの源だなって改めて感じてます。なので私は10月にライブ、そして11月に新曲リリースを待てるというね、ハッピーな未来も今現在あるんだなと思って、愛し生きることの中に感じた前向きな要素みたいなものと同じようなね、気持ちを持って、これからも推し活していきたいと思います。というわけで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。